さらばのこの本誰が書いとんねん。最近の怪談界の悩みとか、まあ問題起こっているとかありますか？怪談の業界でもそんな僕付き合いないので、その怪談の人って例えばですけど、マイクが1本あって怪談を話すっていうのがベターというか主流なんですけど、僕の場合はその1話話すのに20枚ぐらい写真使うんですよ。はいはいはい、ちょっとパワポ的な感じで。そうそう、プレゼンなので、それは怪談とは呼ばないね、あんまり。そうですね、怪談は呼ばない。プレゼン形式みたいな。陣内さん的なとこだよ。そういうのを使っちゃうとね。まあこれはそれでパイオニアやけどね。あんまその僕が出られないイベントもたくさんある。ああ、そうなんや。別にいいっすやね、何でも別に。そうそう、僕もいいなと思うんですけど、でもそれはやっぱり好まれない方もいらっしゃるので多く。おお、その喋り一本でやってくれよっていうお客さんがいるってことですか？いや、お客さんじゃなくて、主催者、怪談師さん側もいますし、主催者側の人もいるんで、せこいなんだ。じゃあ林さんのことを俺はあいつ認めないよって思ってるやつもいるってこと？いや、もう数多くいる。6代別に。でも怖がらせたもんガチやわな、そんなもんね。そうよね。あ、僕結構そうですね、あの認められてない側やった。あれ、いたの方やった。多分風刺師匠も昔そうやったやろ。まあ、それ創作落語、創作落語やわな。最初にあの、これまず見てください。もうダメなんや。あんま良くない。良くない。喋り一本ってことですね。じゃあ、呪物って多分向いてないですね、あんまり書いてない。そうそうね。なんか物見たいっすもんね、やっぱり。そうなんですよね。優勝したのが2017-19なんです。その時はお話だけで優勝して、2018は物の話したんですよ。その時はもう完全に怒られましたね。それは怪談じゃないっつって。とも言われましたし。男子師匠に怒られたみたいな。良くない。俺、物の話嫌いなんだよ。あんねんな。そういうの 今ではだいぶ楽になってますけど、当時はやっぱり良くないっていう人もいたりとか。はい、どうやってそういう怖い話とかは仕入れてきてあるんですか？多分他の人と違うのは、お寺とか神社とかに信用があって、はい、呪物ってそもそも集める時とか集まる時とかって、まあその一般の方が持っていて奇妙な体験をしたから人って欲しいのが多いんですけど、僕の場合はお寺神社からもあるんですね、引き取ってください。そんな最高峰でしょ。だからそこで何とかしてくれんとどうしようもないみたいな。払いができませんでしたとか、でその代わりにこういう話もあってとかっていう、引き取る時に話を聞いたりとかはするので。ご結婚されてはるでしょ今？言って、結婚、はい、してます。奥さんも全然了承してる？半分半分っていう感じですかね。2メートル級の首狩り族の民族衣装もあるんですけど、それはもうなかなかリビングに置けないんで、今ベッドに寝かしてて。最悪みたい。どういうこと？抱き枕感覚？それ何？民族衣装、民族衣装、僕ら二人寝てますね。うわ、ブランケットみたいな。呪物っていうのは、その言ったら値段はつくもんなんですか？値段がつくものでいうと、さっき言った民族の衣装とか、その博物館から変なことがあったから引き取ってくれないかって言われて、値段だいぶ安くするから引き取ってくれって言われてお願いがあって購入したりとかはありますね。それはそっか、博物館から買わなあかんねや。はい、いくらぐらいなんですか、その相場という、そういう民族衣装で。2つあって、30万かける2だ、60万でした。高いな。アルマーニぐらいするな。それでだいぶ安いんや。そもだいぶ安くしてもらいました。まあそれ一応、まあ持っといた方がなんか話になるかっていうので買い張るとですか、それはもう。いや、それに関してで言うとですけど、博物館をたくさん回っていって、まあちょっと汚れてきたし、もう休ませてあげたいなと思ったらしいんですね。人に譲って大事にしてもらいたいなと思っていたら、2体あったんですけど、1体だけ買い取った人がいて、そしたらそこから倉庫でもおかしなことがあり、持ち主もおかしなことがあったので、やっぱ2つにしなきゃいけないんだっていうことになり。それはなんかどういう曰くがあったんですか、その2体っていうのは。曰く自体はちょっとなかったんですよ。でも一緒にいないといけないみたいな。ダメみたい。まあ一応その信仰物とされているもので、首狩り族がお亡くなりになった時にお葬式で使うんですよ、それって。でその神の美濃っていうものをこう地映えっていうんですけど、それをかぶると神様に扮することができるっていうものなんです。そもそもすみません、首狩り族っていうのは何なんですか？首狩り族は未だに実はいるんですけど、海外、海外、インドネシアとか、まあいろんなとこに点在していて、首をはねて、で頭パカッと開けて脳みそ食べたりとか。え、未だにいるんですか？未だにいますね。バイクに首をはねた、まあ敵対している首狩り族を釘つけて、あの引きずり回したりとかしてますね、海外で。バイクに、首狩り族を
引きずり回してる。首狩族が首狩族を。なんでその地域はそんな首を狩るんですか。食べると強くなるって言われてるんですよね。言い伝えがあるから。人のその脳みそというか。はい、そうですね。でなんか焼きそばの素を混ぜて食べるのが一番美味しいんだって言ってました、ね。それ何個試してんそれ。まあ結構言ってるよ。そうか、まだありそうやけどな、もうちょい。行き着いたらしい。これが未だにいるってことですか。まだにいますね。携帯電話とかもいますけど、バイクとか。いますよね。その、今ある文化に溶け込んでる首狩り族もいるので。怖い、一番怖いやん。そういう人に関しては。都市型もおるってこと。都市型も。もういますね。めっちゃ怖いやん。そうね、都市型の人たちは何をしたいんですか、その。いや、普通にお仕事していて、普通に生活してるんですけど、その人たちが首を狩るのは、その攻撃された時だけだって言ってましたね。テリトリーがあるんですよね。ここからこっちで来んなよ、みたいなのがあって、僕は聞いたのですけど、まあ、ある首狩り族がいて、こっちに来て結構窃盗とか悪さをしてて、これじゃ示しがつかないよね、っていうので、首跳ねたって言ってましたね。それ。ラグビーぐらいルールむずいって。なんだこれ。細かすぎるよ。信用できないなこの人という部分もあるんですよ、うん、はいはい、約束の時間絶対来ないとかまあまあまあそういうのはあるんです。そんなもんはもう別に許容範囲ですよ、あの人に関してはね。ただやっぱり田中さんしか行ってないところだとか、うん、田中さんしか受けてない儀式があったりとか。何それ。田中さんは体に針を入れたりとかしてるんですよね。針が体内を移動してるんですよ今。はい、いわゆるあれやん、だからトゲとかが刺さったら心臓まで行くとかいう次元爆弾みたいな生き方してんの。それどこの儀式なんですか。そのタイだったと思います。タイの儀式でどういう意味合いの儀式なんですか。はい、一応中に入れると針、その悪いものが来ると針がチクッとして痛むっていう。何それ。だから悪い人が来ると針がチクッて、はい、センサーみたいなことですか。へー、そういったものとか。ゆくゆくはどうなるみたいな話はしないんですか、その針が。何かしちゃいけないこともあって、それをしちゃうと針がパーンと飛び出ちゃって死ぬって言って。何なんやろ、めっちゃ気になるわ。そうね、ちょっと促したいよな俺ら。ギリギリのとこ攻めたいよな。ギャンブルとかやったらどうするの。ちょっとパチンコ行きましょうよ。すごいね、やっぱ変わってらっしゃいますか。自分を使ってうん、いろいろ調べられているので、そこはリスペクト本当にしてますね。まあまあね、いやおもろいっすもん、あの人やっぱり。上京するときにお金貯めなきゃいけないなと思って、はい、まあ、おばあちゃんの知り合いの肉屋に勤めたんですよね。変わったおじさんがいてて、そのおじさんが僕にお仕事を教えてくれるんですけど、肉屋なんで閉めなきゃいけないんですよね、田舎の肉屋なんで。鶏連れてきて首跳ねろとかって言うんですけど、できないんですよ、怖すぎて。当時学生だったのもあって18とか17だったんで泣いちゃったんですけど、もうでもあんまりに言われるから怖くってやっちゃったんですよね。そしたら、まあ、テストだったんだよこれは、じゃあ僕は不合格ですねって言ったら、いや合格ですよ、これはできるかできないかっていうテストなんだよ、できたからどんだけ時間かかっててもお前が合格やとかって言うんですよ。で俺とお前の違いは慣れてるか慣れてないかの違いやから、どんどん早くなっていくから大丈夫だよって言われたんですけど、どうしてもやっぱり無理で、僕はその人と時間を変えてもらって別の仕事に就いたんです、その肉屋の中での。ある時そのおじさんが出る時、僕が入る時で勝ち合っちゃって、やだなと思っていたら、お前怖い話好きやったよなって言われて、あ好きですって言ったら奥連れて行かれて、在庫確認をしてたんだ、この間冷凍庫の。終わってふっと振り返ったら見慣れない肉があったって言うんですよ。なんやろうと思って言ったら、首だけある人間の肉やったって言うんですよ。首だけ、腕と足がない状態って言ってましたね。 うわこれはと思って写真撮ろうと思って、カメラ撮りに行って帰ってきたらなくなってたんだよって言って、怖かったですねって言ったら、なんでやねんって言われて、むちゃくちゃキレかったんやって言うんですよ。あの体験もう一回したいって言い出して、で僕の腕とか足をこうやってちょんとチョップしていくんですよ。でそれかも本当に怖くって、このまま見ると、これ殺されちゃうんじゃないかなと思ってやめちゃったんですよね。でその後岡山の怖い話っていう書籍を書かなきゃっていう時に、それはあのおじさんちょっと怖い話してたなと思って、肉屋に連絡したんですよ。お前それ地元おらんかったから知らんかって言われて、そのおじさんのお前名前入れてみろって言われて、Google で検索してみたら、バラバラ殺人に捕まってました、ね。うわー、本物やん。その後、はい。でその話を
あるとCSなのかあれで話したら、肉屋の人がたまたま見ててそれを、宣伝ありがとうございますって肉屋に送ってきてくれて、あ、まだまだおるわ多分それじゃあその感覚のやつ、肉送ってくれて怖いなそれもね、動物の肉ですよね、ちゃんと、ちゃんと、はい、ちゃんと動物の肉、牛肉でしたけど、怖っ、いただきました、何それ優勝できんじゃないですかその話階段で人怖って良くないんですよね人怖はまたちゃうねんな、人づくやなあなたは、人怖はまたちゃうねんな、階段階で生きづらそうやけどなこの人、この本で伝えたいことは何でしょう、こんなやつがおったって覚えておいてほしいのありますなんか今の一番なんか重い言葉やな、なんやそれはなんだ、なんかなんやろな今の重い言葉やな、ありますね、後世残していきたいってことですね、そうですね、呪物を扱う2人の呪人の物語、呪人ね、呪人、まあ、あとはじゃあ呪われてます呪人です、はい、呪人です、はい、どうでしょう、早く読め田中の針が爆発する前何してんのほんま、やっぱ廃盤になる可能性もあるやっぱり爆発したら回収される可能性あるからそうやな、そんなやばいやつなって、そうね、早く読むことをお勧めします、